他タ他ャは、韓国の女性 R&B シンガーラッパー。本名は、ユンミレ。T と称することもある。夫は、ドランケンタイガーのタイガー JK。在韓米軍の兵士であった父と、韓国人の母の間に生まれる。英語名はナターシャ。作曲家の、チョンヨンジュンに見出され、16歳にて、ヒップホップユニット、アップタウンのリードボーカルとしてデビュー。 1998年までにバイのアルバムをリリースするが、メンバーが麻薬事件に関わったため解散。1999年、エニーと共にボーカルユニット、タシャンニエを結成し、2000年にアルバム、パラレルプロフェシーズを発表、さらにカバー曲のハルハルがヒットするが、再び麻薬事件に関連し、活動中止。2001年、トンと名義を改め、ソロアルバム、 アズタイムゴーズバイを発表。本アルバムのリードトラック、シガニフルンティが、韓国でのブラックミュージックブームを呼び起こすヒットを、記録した。その後、ジェミニ、ツーマイラブなどのアルバムを発表したが、所属事務所との契約問題が起こり、活動を中断。また、DJ ハセベ、ダブル、サクラ、スフィアオブインフルエンスなどの日本人、ヒップホップ R&B アーティストと共演をしたことも、 ある、ありがとうございます。